どうもー、電脳狐です。龍が如く5、鈴木やってこう。いやー、久しぶりに挨拶できたわー。<laughs> 割とね、こう、区切りよく動画が始まる時がなくて、最近できてなかったんだけど、ちょっと久しぶりにできましたね。で、前回からね、ちょっと、んー動画内で何をしようかなっていう優先順位を考えてたんだけど、いやー、やっぱね、ちょっと、あー、写真撮っちゃった。 <laughs> こっちだ。アナザードラマをね、やっぱり、うん、やりたいかなと思ってますね。まあ、やっぱりメインをね、進めてほしいっていう人も多いと思うし、サブは見ないよって人もいると思うんだけど、まあちょっと、桐生さんでね、割とがっつりやって、アナザードラマやってたからこそできたツッコミとか、あのー、笑いとかもあったので、 まあ、犀島の場合、この後月見野に行っちゃうから、どこまでそれが、うん、生まれるかわからないけど、やっぱね、この集落のストーリーっていうのも、やっぱ十分楽しんでいきたいと思うので、ちょっとアナザードラマやらせてもらおうかな。多分ね、面白い展開もあるとは思うんだけどね。あ、また写真撮っちゃった。<laughs> こっちだ。で、今ね、アナザードラマは、 あれなんだよね。ニシナの旦那さんあの、いつも奥さんは食料をくれる人なんだけど、その人が、ニシナの旦那さんが山に入って、行方不明になってるんだよね。で、それを、まあ、ニシナの奥さんにもちょっと様子を伺いに行こうっていうところだったね。いや、この奥さんにはよくしてもらってるからね。あ、いた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 。気丈に振る舞ってるとは言ってたけど、 とりあえずこれはちょっと気になるからやっていかないとねこの人の旦那さんいなくなったらこの人は悲しんじゃうからね奥さんにはさよなっとるやっぱりこのまま指くわえとるわけにはいかんやろおん。まさしく俺も冴 <laughs> 島と同じ気持ちだわ奥寺班に話をして仁科班を助けに行くかあっミッション追加白い闇怖いなまた熊出るんじゃないの ちょっと聞いてみようか。あ、同じかなこれは。あ、同じだった。は <laughs> ためといて同じだったな。よし、じゃあ、まあ、奥寺さんに話したらね、月見野にも降りていけるんだけど、ちょっとやっぱり西科さんのストーリーは、てか、旦那さん助けてあげないとね、ここは。世話になったし。ちょ山入るわ。ここ間違えたらダメだよね。うん、遭難したらまたぎを助ける。 っちゅうやつが遭難してそれを西野藩が救助に向かっとる。で、西野藩も戻ってこん村の連中は腰が重い。ちょっと様子を見てくるわ。<laughs> 新入りがな新入り2人組で行くのかな連中はこの山で何十年も暮らしてきた。その中ではこういうこともざらにあっただろう。村の連中は腰が重いかはい、あ。判断を誤っているのはお前なん、お前なんじゃないか まあでもね。まあお前は口で言って納得するやつじゃなかったな。<laughs> ババちゃんの顔が険しいな。い月見の行きたい気持ちはわかるけど、ちょっと待ってね、ババちゃん。今度こそ死ぬかもしれんぞ。分かってるな。ああ。なら装備を整えろ。銃と弾は俺のを使い、くれぐれも油断しないことだ。よし。 あ、なんかね、いろいろ、そうだ、サブミッションみたいな、アナザードランのサブミッションみたいなのも、ちょこちょこ発生しててね、なんかいろいろミッションみたいなのを、あ、これも持ってこうね。うん。よし、これでいいだろう。そう、この右側の山の幸で店を救えっていう、やっとね、川とか売れるようになったので、ま、このメインミッション中でも、いろいろね、素材を取っていきたいよね。 やっと自由にね入れるようになったのでまあ動画外でその辺をやろうかなと思うんだけどまあ割とうんこの雪山パートは時間かかってしまうのでカット多くなると思うんだけどしっかりね動画外ではやってるのでうん楽しんでいきたいと思います <laughs> 本格またきゲームをなーとにかく行ったことがある範囲を探すか足跡とか何か痕跡があるやろよし もうクマに出会うのかな体力とか気にしなかったけどまだ大丈夫だよね。またぎ小屋もね、修理したいんだけどそれ買うのにもお金がかかるんで、とりあえず素材を集めていっぱいやっていかないとね。まあその辺はちょこちょこお見せできたらいいな。このウサギがいるんだけど、ウサギはなかなか高難易度だな。これ罠でやるべきか <laughs> ちょっと動かないでください。 こういう銃のやつ苦手なんだよ動かないでこれ罠かなよっしゃあ <laughs> 一発うさぎは初めてだねでもうさぎはやっぱ基本的に罠でやった方が良さそうだね傷ついちゃうもんね皮とかてか吹っ飛んじゃうよね <laughs> この猟銃で撃ったらウサギなんてよしまあこんな感じでどんどん進めていきますね おなんか進んだぞ。人の足跡、一人分やな。西の藩か、木八か。とにかく、まだ合流はしとらんようや。この足をたどっていこう。結構でかいな。熊 <laughs> とかじゃないよね、これ。あ、なんかこの辺も光ってる。えー、こういうのでも回収できるんだ。これ結構儲かるぞ。あ、いた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 。 一発で仕留めるでーあバレたかこれいけるかもうちょっと上あー逆だああ木が木 <laughs> がありますしゃあ仕留めたでーいや結局お見せしちゃうななんか見せたくて面白いんだよねゲーム自体 ま、でもこれやってると一生進まないからな、ほんとに。よし、この辺もやっておこう。ああ、いた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 。この人、この人人だよね。<laughs> この人人だよねってやばいな。瀕死の男、誰かいないのかこの人がキハチさんから、目の前におるぜ。<laughs> 誰だよ、そのテンション。目の前におるぜ。 大丈夫かあんたが木橋さんやな。ああ、あんた確か、なんでここにいるんだそんなことはどうでもええ。西野藩はまだ来とらんのかあんたを探しに来とるはずや。いや。いや、まだ。そうか。とりあえずあんたを助けるんが先や。歩けそうか。すまない。怪我は大したことないが、動けそうにない。おい、余ったれんな、木橋。フフフフ。 奥寺さん見習え大量出血でも自力で帰ってくんねんだから <laughs> こんなんに比べたら奥寺さんの出血なんかもう致死量よあんな見習えお前相当衰弱してるなんか食わせた方がええなえー、もうどうしようケチろうかなキノコ生キノコ食って元気出すんや寝たら死ぬで 食っても知るかもしれんけど。ああ、助かるよ。本当にありがとう。ええー、んや、ケチったけどな。困ったときはお互い様や。いやー、吹雪いてきたよね。く、急に吹雪いてきよった。先が全然見えへん。も、もう、だめかもしれん。余ったれんだ、秋八。ここでら、魂見せてやれ。諦めるんはまだ早いわ。 でも木八はなんとかどうだ助けられるのかあかん。今動いたら俺も遭難してまう。<laughs> もうだったら入ってくんなよ、本当に。あれほどお田さんに注意されてんのに。桜井班の言うとり、雪山は甘く見とったかもしれん。吹雪が過ぎるまでやり過ごす。俺がそばにおる。気張るんやで、木八さん。それに西田班も探してる。あとは信じて待つだけや。 あ,あ動かなかったら動かなかったで <laughs> も,もはや遭難してる <laughs> いやもう待ってるじゃないじゃんもう遭難してんじゃんこれ <laughs> もう仁科班の、ね、奥さんのために来たのに遭難しちゃったよ吹雪が収まらん手足も動かんようになってきたやっぱ初心者またきだな さすがにもう限界かもわからんなあ,あかん眠くなってきよったええー、強制的に帰らされましたけどあったかいあったかいんだから <laughs> また <laughs>。 おないで見たぞ、このシーンベテランマタギにはなってるけど起きたか <laughs> 体でけえな囚人服がマタギ服に変わっただけだなついさっき見たな奥寺さんついてきてくれたのかなお手ついたらニシナに礼を言えあニシナの旦那か いや、やっぱプロだな、あの人も。そうやったか。すまん。まったくだ。だが、木八は感謝していた。自分の身も守れへんかったけどな。うん、さすがに懲りたか。銃刀を弾預かっておいた。動けるようになればね、おとなしくしている。ああ。やべえ。ふふ、ちゃんより怪我を負ってしまった。 全て映しておこうあでも意外と淡々淡々って言ったらあれだけどうんスピーディーに進んでいくねえじゃあ仁科の旦那に会いに行けばいいのかなやっぱ面白いわ <laughs> 普通に面白いわやっぱり桜井藩迷惑かけてすまんかったあんたの言う通りや山甘く見とったよ まあ、あんたのことだ。言っても聞かねえだろうと思ってたよ。それにな、あんたはすごいよ。出会ってまもない俺たちのために何の迷いもなく命を張ってくれた。まるでー。まるでーああ、いや、ただ無茶はよしてくれよ。勇敢と無謀は似てるようで違う。ああ、ちょっと笑うんだよね。笑,笑顔苦手だよな、冴島って。 なんか気持ち悪いもん。恋みたいな顔するもん、割れた時だけ。いかんな。つい説教になっちまう。この件はここまでにしよう。それよりもだ。あそこにいる男、あんたの知り合いだったりしないかお、誰だ顔がヤクザなんよ。<laughs> まあヤクザだったとしたら知り合いだけど。さっきこの集落に来たんだ。 巨大熊、山おろしのことだろうよ。その噂を聞いてきたと言ってるそうだ。山おろしのああ、どこから聞きつけたんだか知らないかな。あのケース、中は猟銃だろう。立て続けによそから人が来ると、<え>何か関係でもあるんじゃないかと思ってな。どうだいいや、知らんやつや。そうか。山おろしを追ってきたというのが気になる。少し様子を見ることにするよ。 え、ニシナさんとこに挨拶行かなくていいのかなあっ、奥さんいる。てか、なんかもうここ渋滞してんな、いろいろ <laughs> 魚釣りになんか多分ちょっとしたサブストーリーかな月見のとか行った後に発生する。うん、最後がね。終わるサブストーリーの最初とかあるし。まあ、とりあえず、ニシナさん。財島さん、もう大丈夫なんですかすまん。旦那さんに余計な迷惑かけてもうた。違います。いいえ、主人を心配してくださったんでしょ ありがとう。冴島さんは優しいのね。優しすぎるくらい。でも山は恐ろしいところなの。それは分かってね。ああ、身に染みたわ。これからは気をつける。ちょっと奥さん、冴島に惚れてないかな。大丈夫かな。割といい関係になってきてるけど。おあの、木八。生死を共にした。あ、あんた、冴島さんだな。 西田さんもだけど、あんたも命の恩人だよ。ありがとうな。大げさや。俺がおらんでも西田さがちゃんと助けてくれたわ。俺はただのお荷物やった。<や>そんなことないって。これ、例と言っちゃあなんだか受け取ってくれないか。ちょっと売れるもんくれよ、皮とか。しかし、いいから受け取ってくれ。そうせんと、わしの気が収まらんのだ。そうか、おおきに。 トラバサミ。罠かなこれ。運よく拾った命だ。お互い大事にしようや。また恋いみたいな顔してる。<laughs> ちょっと笑うの苦手だよね。えー、っとね、ちょっと、俺は売りたいんだ。物を。あのー、お地蔵さんの話って知ってますかお、なんか新しい話どんどん始まるな。急になんや。この山には12体の、 お地蔵様がいるんですあ、いたね、確かに。階段ちゃうやろな。いえいえ、逆にありがたい話ですよ。昔は漁師が山に入って、お地蔵様の近くに寄ったらいちいち手を合わせたそうですよ。俺もなんか動画内でやってたよね。とりあえず地蔵に挨拶しとこうか、みたいな感じで。結構関係あったりするのかな。危険な山ですから、やはり縁起を担ぐんでしょうね。実際、遭難仕掛けたときに、 お地蔵様が助けてくれたとかそんな昔話も残ってるそうですよまあ原因を担ぎたくなる気持ちはわかるわ冴島さんもお地蔵様を見かけたらお参りしていくといいと思いますよ無視したところでバチも当たらないでしょうけどせやなちょっと後ろのやつが気になるあこうやってどんどんなんかサブミッションが追加されていくんだねでこいつにはちょっと売りたいんだよね また木小屋を、うん、復活させたいっていうのがあって、この辺売っていいよね。また取れるよね、多分でー、あ、そっか、ここでも売れるのか。こんなかど、毒キノコあったわ。<laughs> ちゃんと毒キノコあったわ。よし、こんな感じかな。結構金になってくよ。売ってよかったよね。 あとで何か使うとかないよね。で、あ、これこれ。小屋修理ったク熊の餌。熊の、うわ、いっぱいあるな結構割と大事な飲みとかもあるね。魚釣りとかもできるんだ。え、どうしよっかなこの辺も、結構大事だもんね。ま、あここでしか、ね、買う、 ないからこれぐらい買っとこうかうんまた木小屋も修理いっぱいしたいしねまあ、どんどん買ってどんどんやるしかないよねさお前誰だこいつクマに襲われそうだな <laughs> クマに襲われる顔やもんもうこんなんあんたもよそ者だな なんで、そう思う本気で言ってんのかもう少し自分を客観的に見るんだな。まあ、そんなことはどうでもいい。あんたも例の熊を狙ってんのか山下ろしのことかやっぱりな。じゃああんたとは競争相手ってことになる。俺は、なるみってんだ。お手柔らかに頼むぜ。えー、っと、西島や。よろしくな、西島さん。山でまた会うかもな。 生きててればいいけどな。生きて会えるかな、なるみさん。第三の男。<laughs> メインストーリーみたいなミッション目つけるな。あの男、なるみっちゅうたか。雪山に入れそうな雰囲気やったし、奥寺班に相談した方がええな。うん。これは、どうなんだろうね。サブストーリーのメインストーリーなのかな。なるみの様子を見に行くのは。 オクラハンまた山入らしてもらうで。今度は大丈夫やから。<laughs> 今度はちゃんと帰ってくるからな。今しがた桜井から話があった。よそ者が山に入ったらしい。なるミか、もう山の死を借りに行ったんかほう、そいつも山下しが狙いなのか。放っておいてええんか逃げ帰ってくるさ。 そうやせそうし留められる相手なら苦労はない。まあな。けどあの男、この山に詳しくないやろ。遭難してもおかしくないで。それは自業自得。と言いたいところだが、村に類が及ぶと面倒だな。なら俺が様子を見に行く。隊長ももうええし、もう無茶はせん。本当かな。また助けて無茶するんじゃないのババちゃん顔怖いな。 ああよ月見のいけませんかみたいな顔しんといてよ。キノコも割と体力回復なるかなああ、そうだ。で、この辺をいっぱい、てかもう全部持ってきああ、そっか。こんだけしか持って帰な、持っていけないのか。ちょっと優先度は、うん。小屋修理キットなんだよね。この辺、あー持っていけるじゃん、持っていけるじゃん。<laughs> 全然持ってけたわ。 よし。じゃあ、これで行こう。いろいろミッションもあるしね。このまま雪山に入るか行こう行こう。それと、今回からはこの銃を使うといい。あ、どんどん進んでいくな。上下二連領銃を手に入れた。気をつけてな。ああ。いやー、銃が新しくなるということは、ちょっとクマが怖いけどなー。クマは相変わらず、ちょっと俺ねー、 ええー、ダイナマイトみたいな音したよ。今のは鳴海の仕業か。急いだ方がええな。だいぶでかい音したよ。何してんだ、鳴海のやつ。<laughs> 銃の音だったかな、今の。まあ、とりあえずちょっと先を急ごうか。狩りしながら。よし、じゃあ小屋をちょっとね。せっかくなんで、どんな感じで小屋が建てられるのか。 修理キット持ってきたんでね。早っはははははは尋常じゃない速さで。ちょっと体力減ってきたし。入れるのかあ入れるんだね。あーうわめちゃめちゃ回復できるなーうおはえ。あーまあまあなんかもう一個あるしね。緊急下山とか,とかはここでできるんだよね。 チェックポイント入ったからどんどん進んでいこう。いや、だいぶ見てくれよ。この <laughs>、この罠の量。今、こうやってぐるーって回ってきたんだけどね。あ、こっちにもあったな。ちょっとこっちの小屋も建てないとね、一番近い場所だから、ちょっとこっちまで行ってこよう。もう動画外でどんどん時間が進んじゃってるわ、これ。<laughs> ちょっと行ってきますね。 いやー罠場とかをね、探してたら、<laughs> マップいろんなとこ歩いて、この辺罠がなくてね、仕掛けられてないんだけど、結構体力なくなっちゃったな全またく小屋は両方、うん、立てたんだけど、やっと目的地つけたわ。この辺にいるのかなバクエッカか、なんかで岩を吹き飛ばしたんか。派手にやるわ。鳴海はこの奥か。 えでもこんなまだ序盤のミッションで結構奥まで来るんだねもうだいぶ奥よここはねえなんかもうここは通じてないからちょっと右が気になっちゃうんで右見てこようかな <laughs> なんかあるかもしれないしあお地蔵さんあるねここにいるかな怪我してないかなあ痛い意外と元気じゃんやるなお前 まだ襲われてないことが奇跡だよ。うんうよ、冴島さん。よその山で葉っぱなんて使うてどういうつもりや。問題あるか危険な巨大熊を退治してやろうってんだ。先行通すさ、多めに見てくれ。盗難理屈や。それに、あんたは山おを舐めとる。うん 強そうな顔してなんだ所詮は獣じゃねえか。銃を持った人間様にかなうわけないだろ。お前はなぜ山下ろしを狙う <laughs> は金以外何がある。ああ、狩りそのものが楽しいってのはあるか。楽しいこれ殴っちゃわない大丈夫 <laughs> そんなわけあるかとかって殴っちゃわないかな そうだろうよ。飛び道具一方的に、飛び道具で一方的に殺すってのは何とも言えねえ。あんたは違うのか殺すのが楽しいのかお前は。<や>何怖い顔してんだよ。動物相手だぜ。人殺ししてるわけじゃねえんだからさ。まあ、あんたのポリシーはどうでもいい。せいぜい俺に先越されないように頑張りな。あ、一旦下山するのかこいつ。 厄介なやつが来たもんや。止めても無駄か。一旦奥寺班に報告しよう。<laughs> 結構取っちゃったな。結構頑張ったよ、散策メインはそっちのけでやったけたからな。そうか。ああ、どうする奥寺班。<や>さあな、様子を見るしかないだろう。粗相が過ぎるようなら、それなりの対処はするだろう。 あいつは狩りが楽しいと言っとった。狩りは一方的な殺しだと。一方的な殺しか間違ってはいない。またぎの教えだね。だが、それは山路には通用しない。奴を殺そうと思うなら自分も殺される覚悟が必要だ。殺し合いか。喋りすぎったな。 俺は少し寝る。ちょっとずつ奥寺さんが会話してくれるようになってるね、その辺も。ああ。いやー、でもあいつ、なんとかあの雪山を一回乗り越えやがったな。<laughs> もう、あんな奴はどうせ一回で熊に襲われるんだと思ってたんだけどね。あ、でも経験値ほんとう手まいな。メインストーリーのアナザードラマじゃなくても、2000入るもんね。お 観察能力スキル獲得。周囲にいる動物がミニマップに表示される。でっけえ嬉しいこの能力。本編なんかより嬉しいよこの能力。ははははは。えー、次はあー、もうまた写真撮っちゃう。写真撮りすぎだよ、俺。えー、っと。あ、でも、結構スイスイ進むね。そっかそっか。キリュウさんのアナザードラマよりかは、どんどん進んでいくね。ちょっとセーブしようかな。 よし。じゃあ、続きやってこう。とりあえず、いろんなものを売って、またけ小屋の修理キット買って、罠 <laughs> も買ってってやってかないとね。あ、なんか進まないな、今回は。またこいつで、なんかす、ああ、進んだ。奥さん犀場に惚れようとしてる奥さん惚れないでよかぐやちゃんいるんだから、この人には月見のに。<laughs> 早くかぐやちゃんにも会いたいよね。 冴島さんでも。惚れてない。毎回出てくるよ、この人、本当に。西田の奥はん。奥はん <laughs> そこは奥さんでいいだろうよ、もう。どないした奥寺さんがひどい熱を出してるの。今、桜井さんが看病してるんだけど。さっきまでピンピンだったのにね。奥寺藩が山おろしにいられた傷が悪化したのかもしれない。だから、少しの間でもそばにいてあげて。 奥寺さんのためにはそれがいいと思うのもう肉親みたいな関係になってるねわかったほうほうほうでもちょっと裏して <laughs> こいつ毎回ミッションを言ってきんな言ってきんなって言っちゃったな言ってくんなーだなどないしたんやあの天のけがは一つなんとかよざってもらえませんでしょうかいつもの倍の…おー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 俺持ってるよ天の毛皮。 東京のお得意様から急な注文が入りまして、早急に天の毛皮を用だってほしいと。もし用意できないなら今後の取引を控えるなんて言われまして、無茶な話なんですが、な分大口の、大口かなお客様なので何とかしたいと。そうか、いつもお世話になってるし、何とかしてみるわ。ありがとうございます。助かります。ただ、お得意様に渡すものなので、実物を見て買い取らせていただきたいのです。 冴島さんを疑うわけではありませんが万が一ということもありますので手渡しでいただけると助かりますほう、えー、業者から依頼を受けるお得意様へ渡す品物は通常価格の倍の値段で買い取ってもらえます、えー、ただし実物を確認してからの買い取りなので必ずアイテムに入れて持参しましょう天ねなんか天ってね狐の毛皮のことだったんだよねでそれ持ってるんだよね狐買っちゃったんだよ天皇狐が ちょっと悲しいことに。へ <laughs> の。あこれこれ。これでいいんだよね。これで倍額か。あっ、うっ。撃 <laughs> ってしまわれた。今、撃ってしまわれたよね、俺。いや、そこは分かってよ、手で渡してんだからさ。うわもうないか。 うわぁ、また取りに行かないと。うわぁ、ミスったなー普通に売っちゃったよね、今。ちょっとそういう頼み事があるかもしれないから、毛皮系は、一個ずつ残しとこうかなよーし。で、買って、もうとにかく、小屋修理キットが大事なんで、まぁ、あ、あとこの辺も適当に買っとこうかな。うん、虎バサミと。 じゃあちょっと奥寺さんの様子がさっきまで、ね、ピンピンしてたんだけどねちょっと会いに行こう奥寺はん大丈夫かババちゃんばば <laughs> ババちゃんちょっと看病してやれお前も助けられたらい,いだろ月見の行けてえなみたいな顔してんじゃねえよ奥寺はん大丈夫かおお冴島さん なるみのことで、相談に来てみたら、この様子でな、山まろしにわれた傷が、原因かもな。かなり悪いんかあ,あ、もともと、老ーで無理しすぎなんだ。あまりい,い、状態とは言えないな、いやこんなね、偏僻な集落なら、医療とかも、ねえ、まち降りないとないからね、絶対。なら、どないしたらいい。ここには救急車は、呼べへんのか。ダメだめだ 桜井さんが珍しく語気を荒げたね。桜井はんああ、すまん。いやあ、こんな山奥でこの天候だ。救急車どころかドクターヘリも来れんよ。巣やったらどないすんねん。昔からこういう場合には、何んて呼ぶんだこれ。脳、脳炭だったから脳炭脳炭を飲ますんだ。 普通にクマタンだったら恥ずかしいな。濃 <laughs> 淡だった気がするんだけど、聞き目は間違いないんだが。蓄えがないんか。まあ、でもクマってことだよね。ふッ、なら話が早いわ。俺が取ってくる。そう言うんだろうと思ったよ。だがな、クマを相手にするんだぞ。鹿やウサギを狩るのとはわけが違う。 殺そうと思うなら自班も,もそう言ってたわ奥寺藩班にも奥寺藩班にはいくつもの恩がある西田さんにもこれ以上迷惑かけるわけにはいかん頼む俺に行かせてくれもう決して無理はせんまあでも助けるためだからね奥寺さんをわかったすまないな あんたには危険な役割を押し付けてばかりだ。いや、ほんと、割と自分から言ってるせいもあるけど、割と危険なことばっかりだよ。<laughs> 本当ほんとに。俺が自分で決めたことや。気にせんでくれ。準備ができたら声をかけてくれ。奥寺屋さんの銃とかは俺の方で用意しておく。ああ、頼む。やるかやられるか。はははは。 ああ、じゃ、クマ来るのかこれ、とうとう。いつもの奥寺さんポジにいるな。うわー、出た。クマを狩りに行く。今回は初めてのクマ狩りだね。体力とかどうなんだろう。とりあえず、肉は持ってって。まあ、こんだけあればいいか。あと、ね。そう、トラバサミとか。 この辺大事だから持ってこう。他はいいかな、別に。あ,あこんだけ肉あれば大丈夫でしょう。しゃあ、熊狩りだ、熊狩り。では、肝心の熊の狩り方を伝えるぞ。頭を打ち抜きはいいんでしょ。フハハハ大久寺さんに教わったよ。熊を狩る場合、普通心臓を狙うものなんだが、慣れないあんたがそこを打つのは難しい。 だからあんたが狙う武器はクマの頭だ。頭を狙って一撃で仕留めろ。頭を一撃でか。そうだ。手追いのクマは凶暴で執念深い。撃つなら必ず一撃で仕留めろ。わかった。やってみろわ。それとクマはふもとよりも少し奥にいることが多い。まずはクマの足跡を探せ。それを追えば見つけられるはずだ。 ただし、追跡は相手に気づかれないよう慎重に行え。万一気づかれて向こうから襲われても決して逃げるな。そうなんか。クマは一人ずっと足が速い。すぐに追いつかれてそれまでだ。だから相手の攻撃が落ち着くまで逃げずに冷静に避け続けろ。あ、これは割と実践的だね。回避行動があるから。またぎゲームでも。 えー、クマがこちらの様子をうかがっているときは、銃弾すら避けることがあるが、襲いかかってくるクマは無防備だ。突進してくるクマの未見を狙うことができれば、一撃で仕留めることもできる。至難の技だがな。でも、やらなあかん。分かっとるよ。頼む。あと、これを持っていくんだ。クマが気を取られて隙を見せることがある。あ、クマの餌か。<laughs> これ、何のために使うんだろうと思ってたんだけど。 気をつけて行ってこいよ。絶対に無理はしないでくれ。いや、割と難しいこと言ってたよね、あの人。今まで適当に戦ってきたけど、襲いかかってくるところをもう銃で撃つってことだよね、さっき言ってたのは。えー、奥寺藩の容体が気になる。急いでクマを仕留めといいかんな。まずはクマの足跡を探そう。 まあでも、だいぶ奥って言ったよね、マップで言うと。うん。多分あれ、足跡だから今出てるのは。まあじゃあ今回も進んでいこうかな。いやー、次のエリアで熊が出てきそうだな、とうとう。うわ、リロードしてね、危ねえ。<laughs> こっから結構怖い勝負になるよ。この道40年の顔。おった。 いや、割とでかくないか、山下ろしでないとしても。見つからんように姿勢を低く。怖え。見つかるんだよね、たぶん。あ、で、背後取れば、うわ。<laughs> すぐ狙えるようにしとかないとね。ここ、ここ。OK。来たか <laughs> おーい、フェイント、クマちゃん。あ、やばい、やばい、やばい。 価格悪しこいよちょっと直線できて直線できて近い近いまずい <laughs> 早かった私は早かったうわー強い意外とちょっとしか食らわないあでも結構食うらうか待てそんなゆっくり歩いて,てどうする最初は えー、今のダメかそっか眉間じゃないとダメなのか <laughs> これ結構まずいぞまた木越え入れないから変なところでイロードしちゃったな <laughs> やばいやばいやばいやばばいい本当にやばいちょっともうちょっと早く走れないか冴島木を木を縦にしてオッケーオッケーいい作戦だ今のはこれだこの位置なあもうなんかむず <laughs> 予定してたところから上がっちゃうんだけど <laughs> これでどこだおそれ以外でも頭狙えばとりあえずいいんだ <laughs> なんだ俺あれじゃないと殺せないのかと思ってた意外といけるんだねいやちょっとまた木小屋だけあいけたいけた これだけ修理させて欲しかったんだよね。せっかくここまで来たんだから、ちょっと休憩場所ないと。よーし。ちょっとこれ回復してこうかな。ここで、めちゃめちゃ体力回復できるんで。じゃあ、ちょっと、どうしよっかな。他の罠見て、<laughs> こまめに見て帰ろうかな。一応まだ罠、もうちょっとあるんでね。よし。じゃあ、罠も仕掛け終えたんで、 どうしよっかなまあでも今回変えるかんうんああよかったちゃんと手に入れられたね